ットロがぴったりと来すぎていて、いや最初どういう意味ですかってマエストロがちょっと馴染みがないですもんね。どういう意味ですか、どういう意味でしたっけ。黒木さんもよく分かってなかった、ね、あ、そうなんです確か、ね、指揮者みたいなことでしたっけですね、うんうんうん、お、何ありますか、えすごくない、すごいですよこれ、え2枚だけじゃない、これイーシャンテンじゃないですか、イーシャンテン、国士無双のあとチュンとキューマン、はい、チュン切られた、チュン山さん9万13三山三山、これもしかしてリーチ来ちゃうんじゃないですか、あるね、ありますね、えテンパった、びっくりした、深いですよ堀が、俺も昨日報告しやがった、え、うん、おめでとうございます、ありがとうございます、何町でした、何町でした、あシャーではなかったですね、シャーじゃないそれ言われた絶対言うよな、私、はい、私事なんですが、ええ、前原さんとグランプリ当たって、ええ、国士リーチ食らいました、あ食らったしてくるよね、上がってました、上がってた、積もってた、親かぶりした気がします、あ初だったかなその時は、あ9枚切られる、9番、9番2枚目でもまだ2枚あるし、桜色のチューン、あ本当だ、しないしないしない、チューンやめて、一枚切りですね、やめて、ちょっと捨て合いが濃いですもんね、ちょっと変だもんね、ええ、チートイね、これでも事故ですよね、これはねほぼ上がれそうだよね、チュン山山山さんでしたよね、山さん32,000 YouTube 行きだ、あリーチ考えてる、いやいやしないでしょ、さすがにさすがに行きたいけどね、いやいやしないでしょしないしないしないでしょ、あ立川さんがかわしたらもう大金星、でもチュン山さん誰が掴むのルーレット、それ入り目、多分9万切るでしょ、これこれ入り目です、入り目とかないけどねうわ怖い、もう絶対掴みたくない、チュン8,000、1万6,000ですね、はい、立川事故、チュンで手が空いて打点は何点、国士無双ちゃんとリパしてある、32,000です、ご覧ください、ハイパイイーシャンテン、あら、え、ドラチーマン、え、ファクトイツ、トゥでも1個ドラチーマンしたんだけど、ドラ引き寄せるね違うからね、ドラ来る来ないは本当に、はい、1個あったらもう全然違うんで次は1個あった、あ、国士無双やり返す、出た、秘技国士返し、はい、何シャンテンだ、4シャンテンぐらいか、これはいろいろ見えますよね、7万からいく手もあるし、ドラですよ、7万、あドラだそれはダメだ、じゃあ初なんだ、初からいきました、はい、ここですよね、あらドラだ、え、もうドラないじゃん、え全員に配られてるじゃん、あららら、らこれはみんなやる気になるね、はい、うん、あーけど鎮逸にしたい、3万、いいピンリアンピンではなく3万、うん、ってことは3ピン受け入れたら、あ3ピン入ったら受け入れる、まあ、そうね、もともともう切っていく予定みたいな感じなんでしょうね、これも切るんだよね、はい、そうね、まあ、もうこれ本戦はもうペン3ピンは安牌なんだ、あの 1,2 は、はい、なるほどね、んソルコーがイーションテンです、35,100点、そして国士無双に行っている立川です、え、13面のリャンシャンテン重ねあった、ないないない、実質イーシャンテン、はい、え、マジ返せるじゃん、シャート吐くとシャート吐くとえ白鳥いいじゃないよね、吐く吐くね、吐く吐く吐くの方ね、白鳥いいじゃないじゃない方ね、鳥はもういる、はい、あけど分かんない、白鳥のパターンもあるか、あ白鳥さんと内川さんですよ、え、どういうこと、シャーと吐く、あ、シャーね、なるほど、シャー待ちもあるってこと、いろいろいけるじゃんじゃこれ、じゃあ次の引き次第だ、はい、次の引き次第だって、でも吐くがここに2枚ですよね、いや、あるある、まだあるまだある、関連も入りました、これどうするんだろう、ウーマンドラーチーマンか、57かな、5切って、一旦切って、まあ、9ピンって手も柔らかいんですよね、はい、すごく立川の捨て合いも変ですからね、
まあ、告知っぽいと考えれば、うん、ただやっぱね、三品にゃんぴん、マジ、えスーパー打点派ですよ。あ、これで13名はなくなりましたが、イーシャンテン、シャーシロ、ショウちゃんか俺か、そうです。もう俺がシャーになってる。いや、わかんない。あー、シャー残しちゃった。やり返す3万2000きた。ちょっと何待ち、内川さん何待ち、シャー待ち。オッケー、オッケー。マジ事件起きすぎだろ、本当に。え、すごい一巡がこれ、え、マジやばいよこれ。待って待って待って、シャーじゃないですか、ちょっと見せてお願い、大事。うおお、なんだこの3回戦、黒子のマージャン、3万2000。え、マルさん沈んだの、国志無双返しです。え、沈んだよ、笑っとるよそりゃ。いやー、すごい3回戦でした。かっこいい、立川さん表情変わらず。さあ、これ3回戦終了です。トップからいきましょう。トップは猿川、そして2着立川、3着に前原、4着黒沢の並びで終了です。うー、これ桜内装決定戦みたいになってるけど大丈夫ですか、すごすぎるんですけど今日も。さあ、最後最終4回戦、皆様ぜひご覧ください、はい。